皆さん、こんにちは。インスパイネクタです。今日はですね、Facebook チェックインランキング、位置情報ツールを使った実店舗への誘導ということについてお伝えしたいと思います。今日もよろしくお願いします。 えー、今日ですね、あの、あるニュースがありまして、えー、そこに出てたのはですね、あの、Facebook の、えー、チェックインという機能がありまして、今どこどこにいますっていう投稿をすることができるんですが、これのですね、みんながよくチェックインしている場所のランキングっていうものを、えー、発表するサイト、えー、サービスっていうものがありましてですね、えー、それに伴っていろいろちょっとお話したいことがあるので、今日はですね、そのことについて、えー、皆さんに、えー 伝えていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらをご覧ください。これは以前に出していたツールですが、あの友達がね、行っている場所、ずっと間違ってますが、友達が行っている場所には気になって行ってしまうっていうのがあって、 これアンケート結果なんですが、あの、これよく私が例で出すのは、A ちゃんも卵っちを持っている、B ちゃんも卵っちを持っている、C ちゃんも持っていると。3人しか持ってないんだけど、うちに帰って、えー、あの、親に、えー、買ってっていう時に、みんな持ってるから、えー、みんな卵っち持ってるから買ってと、えー、言ったような経験が、過去にあると思うんですが、実は3人ぐらいの方が持ってるだけで、友達の影響っていうのをものすごく受けて、みんながっていうふうに、 えー、思っちゃうんですねであの実際にフェイスブックを始めていくとみんなが買っているものみんなが好きだと言っているものみんなが行っている場所というものをフェイスブックのニュースフィードを通して知ることができてそれによってかなり影響されるんですね。 で実際にこのクエスチョンの結果で見てもわかるように、あると答えた方が非常に多いというデータなんですが、で、実際にですね、あの、アクセス解析というもの、ウィズダムっていうものを入れると、例えばこんなランキングを見ることができるんですね。あの、 私の、えー、お友達の中で、えー、みんながよくチェックインしている場所みたいなのを見ることができるんですが、やっぱりこれを見ても、えー、確かに私がこれ見ても影響を受けているなっていうことがわかるんですね。で、こういったものがあったんですが、えー、これはあくまでも友達であって、えー、一般的に、えー、新潟県がどうなのか、皆さんの、えー、土地がどうなのかっていうのを調べることができるですね、ツールが出たわけです。えー、今日はそれをですね、ちょっと紹介したいと思うんですが、 こちらですね。ご覧ください。こちらのですね、Facebook チェックインランキングっていうもので、こちらはですね、一番下に出てるんですけど、ユーザーローカルさんっていうとこが提供しているツールなんですね。ちょっと会社概要を出しましょうかね。はい、ユーザーローカルさんとこが出しているツールなんですが、こちらを見ていただくと、お分かりのようにですね、ここに これはね、まあ、全国ランキングなんで、全国でチェックインしが多いとこって見ても、あまり意味ないと思うんですが、えー、皆さんは地域のビジネスですね、自分のお店にっていう場合は、例えば、えー、この都道府県別ランキングっていうのがあるんですね。えー、これに進んでみたいと思うんですが、例えば新潟県。えー、新潟県を置くと、えー、新潟県でも見ることができるし、例えばその中で新潟市とか、 例えば三条市とかっていう形で都道府県市町村レベルまで見ることができます。で、これずっとこういうね、ランキングが出てるんですが、まずここでですね、ちょっと、ちょっとだけ拡大しましょうか。皆さんにですね、お話したいことはですね、1番内場スキー場とか2番ガーラとかっていうふうにこう出ていくんですが、ここの中で非常に大事なポイントっていうのは、ここにですね、このように なんてううでしょうかこのスポットのマークこの,あの水滴を逆さまにしたようなマークですねこれが出ているのはあのチェックインのスポットというものをユーザーが勝手に作ってそこにみんなが乗っかってできているページであってこのようにちゃんとアイコンに写真とか、ね、絵が入っているものはちゃんとオーナーがスポットを作っていて管理しているものなんですね。でこう見ていくと ここにですね、えー、水滴マークっていうかグレーになっている Facebook ページを持っている方々は、本当にもったいないですね。この方々は、えー、これだけみんながチェックインしてくれてるのに、Facebook、それ、しかも Facebook でチェックインしてくれてるのに、Facebook を使ってお客さんにアプローチをできない、えー、お客さんに、えー みんなが言ってるからと思って、そのページアクセスしても情報がないっていうことになるので、この上から順番にですね、Facebook ページ作った方がいいですよっていう営業すると多分かなり効果があると思うんですが、このようなランキングがねえ出てきてます。で、新潟でえ注目のですね、例えばアリエル・グーさん、非常に Facebook でえ有名ですけど、は10位にランクインしてますし、ウメランチさんですね、ハンバーグ屋さんもランクインしてますし、 イベントの宿、ホテルセナミ観光さんとかですね、ランクインしてます。で、私がいつも行っている、タリーズコーヒー、新潟中央インター店も、え、17位ランクインしてるわけですね。ここも、ないわけですよね。本人がオーナーになってないですよね。これはすごいもったいないわけですね。これをちゃんとすればクーポン出すとか、もしくはちゃんとペース作るだけで、確実にね、売り上げが上がるんですけど、非常にもったいないのがずっとこうやってついてます。こういう感じでですね、あるんですが、 例えば、新潟市に見ていきますと、新潟市の中では、やっと私のとこも出てきまして、ネットビジネス研究室っていうのが出てくるんですが、ここにアクセスしていきますと、このように地図が出たり、チェックイン人数の推移が出たり、いいね数の推移が出たり、話題している人の数の推移が出たりしますので、 まあ、あの、自分のページを見てもらってもいいですし、他の人のを見ていくだけでも結構面白いんじゃないかなと思うんですよね。で、これ皆さんの街の上位はどんなものが来てるかっていうのをチェックしてみると面白いんじゃないかなと思います。で、その次にですね、ジャンル別ランキングっていうのがあるんですね。ジャンル別ランキングを見ますと、このようにレストランとかカフェとか、 えー、例えばラーメン屋さんとか美術館とかコーヒー店とかいろんなねカテゴリーが出てきますなのでここのカテゴリーの中で、えー、例えば寿司屋だったら寿司っていうカテゴリーを見ると、えー、寿司屋さんの中でどういうとこがねみんながチェックインしてるかっていうの分かりますよねでこれを見ることによって、えー、その辺の、えー、Facebook ページを参考にするとか 例えばそのあたりの、えーねえー、お店を参考にするっていうことも、えー、できていくんじゃないかと思うので、えー、このジャンル別は面白いんですが、まあ、残念ながらですねあの、私的にはその都道府県別、市町村別のジャンル別があると非常にいいかなと思うんですが、でそれは残念ながらないと。で、えー、さらに、えー、男性に人気とかですね、 えー、女性に人気っていうのもあるんですが、まあ、ここまで見てもそんなにね、あの実際見れあの、まあ全、全国のランキングなので、まあ、使える部分は都道府県別ランキングっていうものと、あと自分が、えー、扱っているあのジャンルの、えー、全国ではどんなものがね、えー、どんなところが人気があって、どんなページを作ってるかっていうのは、えー、参考になるんじゃないかなと思います。えー、ぜひ見てください。 でえー、一番左にあるです、ね、近くにある人気スポットというものがあるんですけど、えー、こちらはです、ね、あの PC から、えーまあ、アクセスすることができるんですが、いまいちです、ね、この,の GPS というものが、えー、動かないことがあるんですけど、あ今出ましたね、えー。このようにしますと、えー、この周辺の人気スポットということで、えー、スターバックスで二2番目に、まあうち、うちはここなので、ここが一番デビューなんですが、えー、チェックインすでいくと2番目にです、ね、こういうふうに出てきます。 で、これを、えー、スマートフォンでもですね、えー、同様に GPS を使って調べることができますので、えー、例えばですね、えー、ちょっと戻しまして、えー、見ていただきたいんですが、えー、っと、こちらですね。よいしょ。はい、こんな感じで、えー、スマートフォンでも、えー、見ることができます。で、ここを実際クリックしていくと、実際 Facebook ページにも行くことができるので、 あのね自分の近くの周辺のスポットでどういうところが人気あるかっていうのを調べるということではかなりねそれぞれ行き先ごとでやっていくと面白いんじゃないかなと思いますよね。こういったことも調べることができます。ということで,ですねこのスポットというものをですね今後使ったビジネスというものが非常に注目されていくんですけどそんな中で,ですねちょっとこんなニュースが入ってきました。 はい。こちら、あの、テッククランチさんがですね、提供しているものの中に書いてあったんですが、Facebook の1 API 公開によって、複数のアプリ間の相互運用性が劇的に高まるということが書かれています。これは、Facebook が今日公開した1 API によって、つまりですね、今まではこういう位置情報、今どこどこにいるよとかっていうサービスが、Facebook に限らずいろんなサービスがあったんですが、 で、あちこちにチェックインして、あの例えば、えー、他のサービス、4sql とかにチェックインして、チェックインしたっていうことを、えー、Facebook に投稿するみたいなことがありましたよね。えー、そういうことをしなくても、あのー、全部それらが、えーまあな、なんていうかな、シェアできるっていうか、えー、というものが発表されました。まあ、これであの、どんなとこがね、そのサービスに従ってくるかが非常に注目なんですが、えー、ここにあるように、えー どこかなこの辺に書いてますけど、つまり一つのサービス、Facebook を使うことによって、全部がその位置情報というものを共有できるようになるわけですね。 でこれでますますフェイス,あのフェイスブックをまあハブというかインフラというかあの中心にした位置情報というものが注目されるようになるんですね。そうするとますますそこにいるからこそ価値があるそこにいるからこそ近くにあるお店に行きたいというようなニーズというものが生まれてくると思いますので、まあ、あのスマートフォンを中心としたこのような実店舗に誘導するビジネスというのが非常に、ね、あの面白いと思います。 なので、もうここまで来ると、もうスマートフォンは必須ですし、ぜひですね、あのチェックイン、機能を使って、皆さんもですねあの、ビジネスをやっていった方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、今回ですね、やっぱり見て思ったのは、そのスポットのランキングを見ていて、まあ、例えばですね、この周辺、この周辺のっていうふうに見ていった場合に、 えとこんな感じでですね出てくるんですが、これ2番目私ですけど、会社ですけど、えー、全部ですね、ないんですよね。でここのように絵が入っているとこは、えー、自分のフェイスブックページを持っているんですが、それ以外は、えーね、こういうふうにドン・キホーテさんとかはありますけど、ないのがほとんどですよね。ここういうういとこはもう ホームページの制作会社とか、ウェブの会社は上から順番にそのスポットのとこに営業に行ったら絶対いいと思うんですよね。 でこのランキングを見せて、あなたのところこんなにチェックインしてるんですよって言って、これでどのぐらい皆さんは機械ロスしてるかわかりますかと、実際にさっきのアンケートのように、チェックインしたことによって、みんながね、その場に行きたくなるっていう傾向が出ていて、例えばチェックインを利用して成功してるお店、こんなのがあるんですよって話をしたら、かなりですね、乗ってくるんじゃないかと思うんですよね。だからああのまあ ウェブの制作会社でご覧になっている方は、ぜひですね、あの自分の、えー、とりあえず自分の周辺の人気スポットから順番にですね、営業に行くだけでも価値あると思いますし、例えば、えー、これ、ここに出てくるように、え、スターバックスっていうものとかね、例えばラーメン屋っていうのが上位に来てるんであれば、逆にこれをもとに、えー、ジャンル別ランキングっていうものを見て、 えー、例えば、えー、コーヒーの専門店カフェが、えー、どういうお店がランキングで、ねえー、上位に来てるかっていうのを調べてでそこの、えー、チェックインのフェイスブックページを参考に、えー、こんなとこがちなみにあなたのジャンルでは、えー、人気が詰まってますよっていうのをですねその、えー、自分のとこの地元のとこに教えてあげるだけでも相当価値が、えー、あると思うんですよね。 もしくは、えー、あの他の、ね、都道府県でも、えー、こんな喫茶店がこんな感じで成功してますよっていうのを事例、えー、としても出していけると思うので、まあ、これだけで,です、ね、相当ビジネスが多分できると思いますで当然あのスマートフォンとか、えーね、スマートフォンが必須ですよって話もできると思いますし当然あのスマートフォン用の、えー、スマートフォンも売ることもできるし例えばスマートフォンの、えー、Facebook あのフェイスブックじゃないスマートフォンのホームページですね、ホームページも持った方がいいよって話にもなってくると思うし、結構ですね、このツール一つで、ですねかなり営業、ウェブの制作会社の方、フェイスブックを使って営業されている方は使えるツールじゃないかなと思います。ただ単純に、いいね数ランキングっていうより、実際にフェイスブックにチェックインすることによって、あの人が動いているってことが分かりますよねあのフェイスページのいいね。 が多いからといって売り上げ上がってるかどうかはわかりませんけど、チェックイン店いうのは確実に人が動いたっていう証拠として取れますので、それはかなりですね、あの、説得力がある材料になると思うので、あの、今後ですね、あの、そのスポットを使ったビジネス、フェイスページというものが多分注目されてくるんじゃないかなと思います。<laughs> はい、えー、ということで、今日はですね、えー、Facebook のチェックインランキングが発表されたということで、えー、今後ますますですね、位置情報ツールを使った実店舗への誘導が盛んになると思います、えー。皆さんもぜひ頑張りましょう。インスパイのことでした。ありがとうございました。バイバイ。